こんにちは、内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。BS であなたらしさが伝わる写真を貼って、それの説明を書いてくださいという質問があるのですが、証明写真を貼ればいいということですか？こちらに回答していきたいというふうに思います。結論ですね、絶対に証明写真を貼ってはいけません。そもそもですね、あなたらしさが伝わる写真というのは、あなたがガクチカや自己 PR でネタにしたい活動の風景が伝わる写真ということを言っています。ただですね、あまりに人がたくさん写っていて、あなた自身が小さくしか写っていないとどれだかわからなくなってしまいますので、あなたがはっきりと写っていて充実した活動を感じさせるような写真が良いです。例えばカフェのアルバイトをネタにするのであれば、実際に制服を着て業務をしている際の写真が良いですし、長期インターンであれば上司や同僚、お客さん、そういった人と一緒に写った写真、ないしは会社で業績を表彰された際の写真などが良いでしょう。エントリーシートは文字で自分のことをプレゼンすることになりますが、写真の場合も同様で、自分自身をプレゼンできる、自分自身を魅力的に見せることができる、そういった写真をぜひね、使っていただければというふうに思います。では今日は以上です。ありがとうございました。